おはようございます。釣り子 TV です。ジャクソンからですね、イガジグスピンが登場していたので、でね、サイズがね、2つあったんで、7グラムと5グラム買ってきましたよ。ちょっとね、カラーは違うカラーで買ってきてみました。イガジグスピンといえば、イガラシプロですよね。が、ヒバラ湖でね、もう圧倒的な強さでスモールをバコバコに釣ってですね、で、シークレットルアーというか、まあ、自分でね、作った本当の、まあこれも本当のイガジグスピンなんですけども、本家本元はこのボディのところがですね、ワーム素材であったり、ね、シンプルな構成で作られていたルアーだったんですけども、それにこうトリプルフックをまとったり、ボディがこうリアルシェイプになっていたりですね、まあ何してもよく釣れそうな、この手の形って本当よく釣れますからね、ということで買ってきてみました。じゃあね、早速開けていきたいと思いますね。ジャクソンから、で価格がね、1200円でしたよ。両サイズとも、1200円で2個入りだから1個あたり600円ぐらいっていう感じでね、結構良心的なね、釣れ線ルアーが誕生ということで、ジャクソンって書いてありますけどね。開けていきます。こっちが、7g で、こっちが 7g で、ちょっとね 5g も開けていきたいと思いますよ。よいしょ。じゃあまずね、 7g を見ていきますかね。こんな感じ。わあ、結構ねシンプルなんですけど、細かい繊細なパーツで構成されていて、でここがまあそうですね、一瞬で気になったのが、ここね、よく回転を良くするためにね、ダブルクレーンで接続されてますね。この後ろの、ジャクソンってこれ刻印されてるんで、専用ブレードがダブルクレーンので、なんかね、非常に繊細なパーツで、でここがこれはね、こういった取れないようにシンプルなこの動くやつでこうなっていて、ちょっとここはラフな感じでついてるのが一つポイントなのかもしれないですね。で、アイもね、ちっちゃいアイですね。で、重さがすぐ分かるように F7 って書いてありますね。で、針が小型のピンシャンなトリプルフックが下についていて、あと上にもジグヘッドみたいな感じでここに針があるんで、まあパッと吸い込んだらもう絶対かけるぞっていう、まあトーナメント仕様みたいな仕様になってますね。でカラーがね、これすごい綺麗だったんですけど、書いてあるかな、コギルね、これコギルっていうカラーね。これが、7g で、こっちがね 5g。 よいしょ。はい、こっちがね、5g 軽い方ね、よりちょっとシルエットがコンパクトな感じになっていて、でカラーがですね、クロームピンクバックね、クロームで背中ピンクのピンクバックだよね。で両方ともですね、銀ブレードにしてみました。銀ブレード好きなんで銀ブレードね。並べるとどうだろう、本当の微妙なサイズ感なんで、その魚の食い上げるレンジによってそんなにシルエットとかは変えずに重さを変更していけるよっていうことになるかと思うんですけども、腹側を見ると、若干 7g の方がファットボディなのかなね。下から見ると若干大きさの違いが分かるんですけど、まあ横から見るとね、ほとんどサイズ感が分からないぐらいね、似たようなシルエットになっています。ただね、 7g と 5g ってね、だいぶ違いますからね、こう手で持ってみるとね、こっちの 7g の方が結構ねズシッと、来ております。でこっちはね、結構軽やかな感じで、じゃあね、あとは重さね、書いてあるんですけどね、こういったいろんなパーツがついてるルアーって、ちょっとね、重さ測ってみると違ったりしますね。まず 7g のイガジグスピンは
ね、7.6g、まあ、視野購入すると 8g ぐらいあるよって感じですかね。こっち 5g、ね、5g のイガジグスピンは 5.7g ということで、このボディ自体が 5g、 多分 7g っていう感じで、この繊細なブレードとかフックとか、まあ、ダブルクレーンとかね、ここら辺を渡して、まあ表記よりそうですね 0.5g かな、 0.67g は重いって感じですけどね。まあこんな感じでですね、こういった、まあでもこの形はね、もうほんと昔から普遍の釣れ線の形ですよね。まあ投げどころとしてはもう絶対スモールに限らずですね、チリチリとした小型のベイトが湧いていて、でたまーにそれに突っ込むようなボイルとかね、なんか水中で追ってるなーって雰囲気があった時ね、あとは魚群探知機でもなんか水中フィーディングしてるなーなんていう反応の波形が見えた時とかね、投入すると結構簡単に釣れてくれるんじゃないかなと目論んでいるんですが、何にしてもね、この手のやつの中では結構ね、最新で小型で、で鬼がけ仕様でってね、ちょっと釣れる要素、満載のルアーに仕上がってるんじゃないかなと思いますんで、2サイズですね、一気に買ってきたんですけども、まあこの夏ですね、ちょっともう一回チャンスがあればね、ハワイにね、バカンスに行こうかななんていう風に考えてるんで、であそこの湖がですね、レイクウィルソンって湖があるんですけども、ほんとこの手のね、小型でキラキラしたパーツがあるルアーがめっぽう強いんですよね。これで昼間の暑いね、一番日中の暑い時間に急に、壮絶なボイルが起こったりして、で結構ね、いろんな、もうボイルしてんだから狂ってんだから何でも食うだろうと思ってね、いろんなね、ちょっと釣ってみたいルアーとか投入するんですけども、実はね、あんまりね、なんていうか選んでくるのあんまり釣れないんですよ。結構ねベイトのねサイズが小さいんで、ルアーのサイズもちょっと小型なやつね、例えばハンクルのジョーダンとか、あとはそうですね、まあなんか相引きできる小型のプラグとかね、ああいうのじゃないとね、なんか12センチぐらいのミノーとかでも食うだろうなんて思ってね、投げ込んでもね、なかなかねドンピシャのタイミングで入れても食わないなんていうことがあって、そんな時に絶対ね、この円筒できてキラキラして小型シルエットで、でまあ針もいっぱいついちゃってるんでね、この手のルアーっていうのが多分ね、とんでもなく効くであろうね。ジャッカルのね、DVD でね、雑誌の付録でついていたやつで、デラクーでね、もうめちゃくちゃ入れ食いの作品があって、で、で、現地のガイドさんもですね、自分のシークレットルアーっていう手作りなんですけども、シンプルなね、鉛で構成されて、後ろにこうキラキラキラって光るこういったようなね、ブレードがついてるルアーね、手作りのやつシークレットで、ね、使っていて、でもうどうしても釣れない時ちょっとこれを使いなって感じで貸してくれるんですけども、それとめっちゃサイズ感とかですね、このシルエットのボリュームの小ささとかですね、ドンピシャで似てるんですよね。だからまあ今年行って、もしねそういったボイルのタイミングに合うことができてたりとか、あとはまあどうしても釣れないなっていうね、何かちょっと一個投げ切る、中層で誘い切れる自信のあるルアーを作りたいななんて時にですね、絶対これ役に立つんじゃないかなと思って、でこのコンパクトシルエットで、こっちなんか 7g ありますかね、例えばもう PE ラインとかでセッティング出したら多分ね、めっちゃくちゃ飛ぶんじゃないかななんていう風に期待していて、で色もね、そのビデオでね、金ブレードじゃない、銀ブレードしか食わないみたいなシーンがあったんで、両方ともですね、銀ブレードにしてみた次第なんですけども、じゃちょっと裏の方読んでいきますね。中層攻略の秘密兵器、バスフィッシングの新たな世界の扉を開く鍵、それは中層攻略。この中層攻略の秘密兵器としてトップトーナメンター五十嵐誠が監修開発されたのがイガジグスピンなのである。バスが
ボトムで餌を食べていない表層にも出てこない状況では中層を狙ってみようとなるのだが、ルアーはボトムを取るわけでもなくシャローにも浮いていない。今どのレンジにありバスを誘うアクションがきちんとできているのか、中層攻略の難しさはその不安が常につきまとうことにある。そこで登場するのがこのイガジグスピン。イガジグスピン最大の特徴は巻いたり止めたりするだけで中層を分かりやすくトレースできるルアーと言える。自分から見えないルアーを操作するときに大切なのはルアーの引き心地。この引き心地の分かりやすいウェイト感とブレードのバランスを徹底的に追求した。これがなければ中層攻略において同じルアーを自信を持って投げ続けることができず、結果的にそのレンジにいたバスへのアプローチを逃してしまうのである。イガジグスピンはボトムについた時の糸吹け感からリトリーブしてルアーが浮き上がってくる感触が手に伝わりやすく設計されているので、今どこをトレースしているのか明確にイメージすることができる。バス釣りにおいて未開拓な中層を切り開くジョーカーとしてぜひ使ってみてほしいのだが、欲張りなのか中層専用設計ではないということ、今まであったテールスピンジグというジャンルをより繊細でマイルドにすることで食わせる能力を飛躍的に高めた。イガジグスピンはそのコンパクトなボディを生かしてテンポよくシャローウォーターを巻くことができる上にボイル打ちにも効果的面、さまざまな可能性を秘めたこのルアーで未知の世界を体験してみてほしいということで、このね、まあもういろいろな形のねテールスピンジグがある中で後発でですねテールスピンジグの形を取ってきたっていうことで、でこの繊細な作り込みに特化した、結構ねあのテールスピンジグって、ごつい、まあごついって言ったらあれですけどね、ちょっと、強めのブレードがついていたりとかそんなのが多いんですけど、このブレードなんかもすごい繊細なチリチリチリって回りそうなね小型のブレードで、書いてありますね、ボイル打ちなんかにも効果てきめんって書いてあるんで、でこの小型シルエットでシンプルな形状でそのボイルに届かしてですねボイルバスを狙うことができる。もしくはそのボイルがいっぱい発生してる状況って時はあの水面に出てるのはごく一部で、案外あの水中でですね水中フィーディングみたいな感じで盛んに餌をね中層で追ってるなんていうのね、あの魚群探知機とか見てるとねこうシャッシャッってね群れ、ワカサギの群れとかとあとねシャッっていうねあの独特な波形が出たりして、それあーこれ水中フィーディングしてるなーなんてね感じる時があるんで、そんな時にぶっ込むとですね多分中層で誘い上げてくれるんじゃないかなっていう感じで、まあちょっとねいろんなタイミングでですねあのこれはっていう時に投げてみようかななんていう風に考えておりますが、ジャクソンから出てきたんですね、イガラシプロの、ね、イガジグスピンね、これがついに発売開始になったんで2サイズ買ってきてみたいな、ね、こういう動画でした。はい、釣りこう TV でした。Thank you.